みんな大好き S&P500。 今回はこれをやっつける、そんなテーマで動画を撮ってみました。 S&P500 に負けない投資信託や ETF っていうのを今回紹介してみたいと思うんですけれども、今回はそんな商品いっぱいあるよと思うかもしれませんけども、レバレッジ商品、あとは運用期間がまだ5年程度とか比較的短いもの、あとはですね、ハイテクをいっぱい含んでいるもの、こういったものを除外した商品を紹介してみたいと思います。ただしこういった優秀な商品っていうのも切り取る期間によって全然ですね、見方が変わってきます。今回は一応10年間とか設定来で設定しております。皆さん投資するにあたってはいろんな期間でですね、見てみて本当に投資すべき商品なのかどうかチェックしてみてください。では行ってみましょう。まず一つ目が RDVY、ファーストトラストライジングディビデンドアチーバーズ ETF というですね、ライジングディビデンドっていうところが結構魅力的な商品なんですけども、直近1年間の配当金っていうのが3年前とか5年前の12ヶ月分の配当金を上回ってる企業、そして直近決算の1株当たりの利益が3年前に比べて増えているようなもの、要するに3年前より業績良くて配当金が増えているような企業に投資するっていうような ETF になってきます。この商品、ファーストトラスト社が提供してるんですけども、預かり資産としては8.4 ビリオンということで、VOO に比べればめちゃくちゃ小さい ETF になってきます。経費率は 0.5% とめちゃくちゃ高いです。構成銘柄数はしかも51ということで、かなり集中投資をしております。設定日は2014年の1月6日ということで、10年間ギリギリ届いてないというところなんですけれども、この成績、設定来で見ると、ちょっとですね、トータルリターンで VOO には負けているというところになっております。しょっぱなから、買ってないんかよという、まあちょっとですね、そういうツッコミもあるかもしれませんけれども、分配金情報を見てみますと、利回りとしてはおおよそ 2% 程度、最大の注目ポイントっていうのは3年とか5年の増配率、まだ上場してから間もないんで参考程度に見ていただきたいんですけども、20% を超えているという驚異の増配率になっております。ここがですね、一つ魅力になってくるというところで、将来的にですね、VIG を超えるような ETF になってくれればいいなと思って、僕はこの商品魅力に感じております。では、この ETF、VOO と比べてセクターウェイトどうなっているのかと言いますと、こちら。右に伸びているのが RDVY に多いセクター。左が VOO に多いセクターになってきまして、一番特徴的なのが金融セクターの割合っていうのが 25% くらい S&P500 に比べて多いというところです。逆にハイテクセクターが少なくなってくるっていうところも一つの特徴になってきます。セイキングアルファでの評価といたしましては、比較的良い評価になっておりますね。経費率がちょっと高いんで、それが C になっておりますけども、その他の項目についてはですね、VOO ほどではないんですけども、まあ特に文句ないような値だろうと思います。そして、チップランクスでのアナリストの評価としても、まあ比較的ですね、VOO と同等、サンプル数は少ないですけども、同じぐらいのですね、6割弱の買い推奨になっております。では、これから1年間どれぐらいが目標株価なのかというところなんですが、VOO が1年間で 10% くらい上昇するだろうと予想される中で、この RDVY は 8.64% の上昇予想になっております。ということで、さらっといきましたけども、一つ目が RDVY。こちらはですね、金融セクターのウェイトが大きいということで、ハイテクセクターの割合がどうしても高くなる、 S&P500 との分散効果っていうのは多少なりあるんじゃないかなと思います。また金利がですね、高止まりしている局面だと比較的優秀な結果は出るんじゃないかなと思っております。経費率は正直高いですけども、増配率もすごいです。 S&P500 よりも優秀というコンセプトでのこの動画ですけども、将来的には VIG を超えてくれるような、そんな商品になってくれることを期待しておきましょう。では続いて2つ目、 OEF iShares S&P 100 ETF。 こちらは米国時価総額上位100銘柄ということで、 iShares ということでブラックロックが提供している商品で、こちらも預かり資産は全然大きくないですね、8ビリオン程度。経費率は 0.2% とやや高く、設定はですね、ただ2000年からということで結構歴史のある、そんな ETF になってきます。株価としてはこんな形でして、10年間で見るとですね、若干10% ぐらい OEF の方が優秀という結果になっております。経費率がですね、若干高いですけども、それをペイできるぐらいのリターンは得られてるっていうところ。利回りとしては 1.27% ということで、VOO よりもさらに低くなっております。増配率も VOO には比べて劣っておりますね。過去の配当金の推移としてはこんな感じでして、2020年、21年とちょっと減少したんですけども、22年盛り返してるというところ。この ETF、S&P500 よりもさらに厳選ということなんですけれども、セクターとしてはですね、テクノロジーセクターの割合がさらに高くなってきます。それもそうですよね。
S&P500 の上位っていうのは基本的にはガーファムを筆頭とするハイテク銘柄が占めておりまして、それらへの投資割合っていうのがちょっと高くなってしまうから、当然テクノロジーセクターの割合高くなります。セイキングアルファでの評価としては、VOO とほぼ同等の評価になっておりました。また、ジップランクスでは、買い推奨が 64% ということで、かなり高い割合になっております。投資家目線から見てもですね、かなり魅力的な商品ってことは間違いないでしょう。そして、目標としてはですね、10.38% ということで、これも S&P500 とまあ、ほぼほぼ同等。コスト差が若干ありますけども、それと同じぐらいのですね、リターン差を生んでるっていうところです。ということで、二つ目。OEF。まあ、これについてはですね、コスト以上の結果はついてるかなと10年チャートを見て思っております。ナスダック100の方がぐいぐいと伸びていく勢いはあるんですけども、やっぱりですね、勢いだけじゃ長期投資はできません。ある程度、実績もある企業群に厳選して投資をしていきたい。そんな人向けの商品になってきます。3つ目が、MOAT、バンエッグ、モーニングスター、ワイドモート ETF ということで、この ETF、経済的優位性のある企業群、競合が参入しにくいビジネスを持っている企業、そして割安または適正な株価となっている銘柄に投資をするっていう ETF になっておりまして、バンエック社が提供する ETF なんですが、こちらも10ビリオン程度になっております。経費率 0.46%、構成銘柄数は54という厳選タイプ。設定日は2012年ということで、もう10年プレイヤーになってきます。こちらはですね、トータルリターンめちゃくちゃ優秀になっておりまして、すいません、数字のところがですね、ちょっと過去の別の期間を指してるんですけども、チャートのオレンジ部分なんですが、S&P500 を大きく上回るような結果になっております。配当については正直なところ、全然もらえなくて 0.98%。直近3年間では大きく減配しているということで、キャピタルゲイン狙いの ETF になってきます。分配金推移は19年がですね、かなり分配金出れて、その後下がってるという状況になっております。気になるセクターとしては、なんとテクノロジーセクターが VOO に比べて少ないという特徴になってます。資本財とか金融、ヘルスケアっていうところが割合としては高くなってきております。セイキングアルファでの評価としては、経費や配当っていうところがちょっと悪いですけども、アナリスト評価としても4ということでかなり良い評価を受けているところです。モメンタムもずっと A プラスということで、株価推移は非常に強い商品だと思います。そしてチップランクスでの評価も買い推奨 65% ということで VOO よりも 7% 高い評価を得ているということで投資家からの評価ってのもかなり得られているかと思います。株価についてもですね 10.4% の上昇予想ということで VOO に比べると若干ですけど上回ってくるかなというところです。これについては実はですね過去動画最近投稿しておりまして結構たくさんの人にご視聴いただいております。この商品ですけども、僕ちょっとね、前の動画で間違えて、楽天証券登録あるようにですね、検索出てきたんですけども、どうやら買えないようです。購入に関してはマネックス証券でチェックしてみてください。成績は抜群。そして今ですね、バイテックが少ないということで、これからまだ金利が高止まりしていく。そういうタイミングではですね、結構強い成績を出してくれるんじゃないかなと期待している商品になっております。続いてが DGRW、ビズナムツリー US クオリティディビデンドグロースファンドということで、米国株クオリティ配当成長ファンドという名称になってきます。この商品っていうのは、利益成長期待のグロースファクター、そして ROA とか ROE を元にしたクオリティファクター、この2つの要素でそれぞれ上位となる銘柄を選定して、配当金額が大きい銘柄に資産分配を行うというような ETF になってきます。かなりですね、一個一個の銘柄の業績を注目しているような、そんな ETF になってきまして、預かり資産としては9ビリオン程度。実際ですね、これぐらいいい商品なんで僕もっと資金集まってもいいかなと思ってるんですが、経費率は 0.28%。2013年からの10年プレイヤー、構成銘柄数は297となっております。トータルリターンとしては 8% ほど VOO を上回るというような ETF になってきます。採用銘柄のウェイトなどに配当要素を加えてるんで、高配当 ETF と思われがちですけども、利回りとしてはそこまで高くなく 1.85%。増配率は優秀ですね。6%、9.5% ということで、VIG よりも優秀な増配率になってきております。セクターとしては通信系が 8% ほど少なく、生活必需品セクターが 10% ほど多いということで、比較的不況局面でも強い ETF だと予想されます。評価については文句なし。アナリスト的にもモメンタム、そして配当流動性、ここら辺もですね、すべて非常に高い評価を得ております。またですね、投資家の評価としても VOO と同等以上の結果を得られておりまして、目標株価推移としてはプラスの 8% ぐらいという予想になっております。最大の魅力としてはやっぱりこの
PGRW は毎月分配というところ。ということで逆にですね、NISA 対応できない可能性が高いんですけども、業績ありきの銘柄選定っていうところがですね、やっぱり僕はですね、いいなと思っております。VIG は10年間連続増配した銘柄を採用しますけども、PGRW はこれから10年、25年連続増配できそうな企業へ投資をするという、そんな商品になってきておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。そして S&P500 には負けちゃってるけれども、これからの成長に期待したい、そんな ETF を一つ紹介させてください。それが QDIV、グローバル X S&P500 クオリティディビデンド ETF。日本語で言うと、グローバル X 高配当優良米国株 ETF という、そんな商品になってきます。こちら毎月分配なんですけども、クオリティスコアと配当利回りの2つの要素で S&P500 のユニバース上位200に入る銘柄をピックアップしてくる。その他ですね、財務的なところをしっかりと見ますよという商品になってきます。こちらについては預かり資産めちゃくちゃ小さいです。そして経費率は 0.2%。登場したのが2018年ということで、まだ実績としてはお世辞にも十分とは言えません。そして、登場からのリターンとしては VOO に比べてちょっと離されておりますね。25% ほどアンダーパフォーム。特にこの2023年、大きく差が開いている。というところでですね、何が原因かは皆さんおおよそ見当ついてるかと思うんですけれども、ただ、2022年については圧倒的にこの QDIV の方が成績良かったです。不況に強いというところはですね、この結果からも言えるんじゃないかなと思っております。ということで、S&P500 には正直勝てませんけれども、別の当て馬ということで VYM 引っ張ってきました。この QDIV 登場してからのトータルリターンっていうのは VYM と同等の成績になってきております。こうやって聞くとなんかいい商品に見えてきませんか？利回りとしては 3.11%。まあ VYM よりちょっと優秀って感じですね。そして、ただ配当はまだ登場したばっかりなんで、正直なところ増配率はアバウトに見てみてください。不況に強かった理由っていうのが、やっぱりテクノロジーセクターの少なさ。そして、原油価格で恩恵を受けたエネルギー、安定の生活必需品、ここら辺のウェイトが高いっていうところが、今回、2022年にですね、VOO を大きく上回った理由になってきます。ただですね、まだトータル的な実績としては十分ではなく、シーキングアルファでの評価も、今まで紹介した商品に比べるとちょっと劣ってるっていうところです。海外サイトでもやっぱり海水賞がですね、46% ということであんまり高くないですね。そして、ここから1年間は約 8% の上昇予想というところになっております。さて、1個。S&P500 に負けてるけども、ちょっと将来期待したい。そんな商品として QDIV を紹介しました。こちら、投資方針自体は DGRW 同様にですね、企業をしっかりと見るという意味では魅力的だと思います。そして、2022年の結果を見てみると、守りの強さっていうのは実証済みかなと思います。こちらも毎月配当なんで、NISA の対象としては外れてくる可能性が高いですが、VYM とほぼ同等の成績という意味では、毎月分配型の VYM に成長してくれるようなことを期待しておきましょう。以上が ETF になりまして、ここから投資信託で S&P500 を超えてくれそうな、そんな商品を紹介したいと思います。一つ目がこちらですね。トレーサーズ S&P500 配当貴族インデックス米国株式。配当貴族ということで、25年以上連続増配している企業で構成されている、そんな投資信託になってきます。セクターとしてはテクノロジーがかなり少なく、資本財、生活必需品、素材関係のウェイトが高くなってきます。こちら、トレーサーズのホームページに書かれたデータとしては、1999年からで見ると S&P500 を大きく上回る結果になっております。そして特徴的なのが、 S&P500 が1年間でマイナスだった年、この時の成績っていうのは比較的ですね、 S&P500 よりも優秀ということで、守りの強さっていうのが出てるような、そんな商品になってきます。この投資信託、ETF としては NOBL という商品がありまして、それの海外サイトでの評価としては、VOO に比べると株価推移などはちょっと最近の評価としては劣っているという状況になっております。また、海水賞かどうかについてもちょっと評価はよろしくないですね。そして、これからの1年間の株価上昇予想についても 5% 程度ということで、もう一声というところでしょう。あくまでも1999年からの長期データが優秀だった。そんな投資信託と思って見てみてください。そして、これの上位互換が iFree Plus、米国配当王、資産成長型と年4回決算型です。50年以上連続増配している米国優良企業へ投資をするというような投資信託。セクターとしては、生活必需品や資本財、公益事業の割合が高く、S&P500 とは全然異なる、そんなセクターウェイトになっております。そして、2003年からのバックテストで見てみると、
S&P500 を上回ってくるというような結果になっておりました。こちらの商品につきましても、S&P500 がマイナスだった年、この時のですね、リターンっていうのは S&P500 よりも優秀というようなところで、こっちも守りの商品としてチェックしてみてください。そして、ホームページ見てみると、NISA の成長投資枠の対象になっているというような情報も出ておりましたんで、まあ、2024年以降ですね、配当金出したいなという人とか、新しいNISAの一つの候補としてチェックしてみてください。そして最後が iFree Next インド株インデックスということでインド株になりますね。まあ僕もですね、最近動画とかでたまに紹介してるんですけども、インドのですね、主要指数ニフティ50というのはオレンジ色になってまして、S&P500 水色の線よりも2000年からで見ると大きくオーバーパフォームしております。ただ大きく下落するような局面もありますんで、シャープレッシオとしてはそこまで良くない、そんな商品になってきます。その信託報酬は 0.781% ということで、インド株投資の中では最安ということで話題になっておりましたけれども、ついにこの商品を打ち破る商品が現れました。それが SBI iShares インド株式インデックスファンドです。この投資信託につきましては、連動指数が Nifty 50ではありませんでして、センセックスインデックスの配当込み円換算ベースになってきます。で、まあ、これですね、SBI の iShares シリーズから出てるということで、いつものように ETF、これを介してインド株式市場に投資するというような商品になってきております。そして気になるコストは 0.4638% というめちゃくちゃ安い値で登場してきました。株クラでは結構話題になっておりまして、こちらの動画もたくさんの人に視聴いただいております。まだご覧になってない人、ぜひ概要欄から以上チェックしてみてください。ということで、今話題のインド株、すでにですね、その市場ではコスト引き下げの戦いが始まってきております。次はどこが参入してくるのか楽しみにしておきましょう。さて、今回は S&P500 に勝つ7つの商品を紹介しました。ハイテクが少なくても優秀な商品って結構ありましたね。こういうのって、まず証券会社でコストありきでフィルターしちゃうとなかなか見えてこなかったりするんで注意しましょう。全体的な傾向としては、不況時に S&P500 よりも優秀な商品、こういったものが多いんじゃないかなと思っております。最初にも言いましたように、切り取る期間次第です。そして、S&P500 も本当に優秀な指数なんで、そこから全部乗り換えるんじゃなくて、ポートフォリオをちょっと分散する、ハイテクのウェイト少し下げたいなっていう時のですね、選定にぜひ活用してみてください。少しでも参考になったよという人、よろしければコメント高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。